全ての悲しいことや辛いことから俺が守ってやるからな。待てジョン、待てってば。それはジョンが取っていいものじゃないぞ。早く返せ。はあ、お願いだからもう返してくれ。ほーら、加えているものを返してくれたらこれ全部やるから。どうだ？悪くない取引だろ？はあ、よかった。壊れてなくて。もう次はないからな。もしもし？どうした、こんなに朝早く。え、ま、ほんとだ、もうこんな時間か。あ、ごめん、さっきまでランニングに出かけてて時間が見れてなかった。ちょっと待っててくれ、シャワー浴びてすぐに行くから。はい、どなたですか？
あー、いや、さっきまで朝のランニングに行ってたからさ。それでちょっと待っててくれ、すぐにシャワー浴びてくるから。俺だ。悪い、遅くなって。今日は特に予定はなかったと思うけど、どこか行きたいとこでもあるのか？あ、それは。走ってる時に散歩してるおじいさんたちに会ってさ、彼らが話してた精霊の話が気になって少し聞いてたんだ。だからいつもより遅くなっちまった。あ、ここの住民たちのほとんどは姿が見えなくても精霊の存在を信じているんだ。それにこの近くには精霊に関する知識が学べる精霊アカデミーまであるらしいぞ。あ、そうするか。そうだな、俺もこんな学校を見たのは初めてだ。こんにちは。お二人は見学の方ですか？それとも授業をお申し込みになられた方ですか？ここって授業も受けられるんですか？ええ、当アカデミーには観光客の皆様を対象とした授業の体験コースがあるんです。コースをしっかりとお受けになった方には当アカデミーの卒業証書も授与されますよ。卒業証書まであるんですか？必須の授業だけでしたら1日で終了できますよ。もちろん他の特別授業をお受けになられたい場合は引き続きいらしていただいて構いません。いいぞ。ちょうど俺も精霊の文化には興味があったからな。にしても二人で一緒に授業を受けるなんてなんだか懐かしいな。これでまたお隣同士になれるってわけか。皆さん、おはようございます。精霊アカデミーへようこそ。今から行う授業では、皆さんに精霊の起源と、それからこの地に受け継がれた詩と歌をご紹介したいと思います。
ではまず教科書の3ページ目を開いてください。スカディ島の精霊はファンタジーの物語でよく登場するような金髪や青い瞳をしている精霊とは少し異なります。精霊を目撃したことのある先人によれば、彼らは小柄で尖った鼻とシワの多い皮膚が特徴的だったそうです。どうした？俺の顔に何かついてるか？どうした？俺の顔に何かついてるか？ん？いや、まだだけど。はいはい、ついさっき終わったよ。苦戦してるならヒントでもやろうか？別に一人で悩む必要もないだろ。そんな顔するなよ。ほら、ゼリーでも食べて元気出しなって。糖分は脳の活性化に役立つからさ。さっきの休憩時間だよ。お前、休憩前から問題集とにらめっこしてたろ？お隣さんとしてはこれくらいの手助けはしてやらないとな。また食べたくなったらいつでも言えよ。それでいいならたくさん買い込んであるからさ。どうしたんだ？さっきからじっと見て。スカディ島に残っている精霊の伝説はそれこそ数えきれないほどあります。精霊は普段人里から離れた遠くの森に住んでいます。ですが稀に人間の姿となって助けを求めてくることもあります。もし精霊を助けることができれば、そのものは祝福され、富、運、そして幸福が訪れるようになるでしょう。しかし逆に、人間が精霊の邪魔となるような行動をした場合、彼らはそのものに罰を与えるかもしれません。
スカディ島に伝わってる精霊の話は全部がいい話ってわけでもないんだ。例えばこの話、精霊を怒らせた子供が翌日から行方不明になって二度と戻らなかった。だってさ、先ほどの授業でもお伝えした通り、精霊は大自然を好み、動物たちと触れ合うことが大好きです。私たちには精霊が見えませんが、その子には見えているかもしれませんね。もしそうなら、精霊さんに説教してもらいたいところですよ。こいつ最近俺の言うことを聞かないんですよね。いや、大したことじゃないけどさ。ほら、ジョン、鳥も調子に乗ったりするもんなのか。そいつ、お前がかばってくれるって分かって俺の言うことを無視してるんだよ。皆さん見てください。ここが精霊たちの住んでいる場所ですよ。伝説によると、ここは精霊との出会いの地と言われており、点在する小屋は人々が彼らのために建てたものだそうです。俺だ。
悪い、ちょっと電話に出てくる。小屋に飾られた装飾品の数々は、精霊の祝福を受けた方たちが送った返礼の品なんです。小さいお人形、ドライフラワー、そしてカラフルな小石など。例えばそちらの小屋ですが、早くその子を止めてください。ミスタージョン、いや、これはお前のせいじゃない。ミスタージョンを呼ぶ時の合図を俺が教えなかったせいだ。ごめんな。俺がちゃんとミスタージョンを見ておくべきだった。こら、ジョン、こんなに荒らしてこれどうするつもりなんだ。本当にすみませんでした。この小屋は俺が責任を持って元通りにしておきます。もし弁償が必要でしたら、そちらについてもすぐにお支払いします。私への弁償はいいですよ。これらの小屋はもともと皆が自発的に建てたものですからね。ただ修繕が可能というのであれば、そうしていただけると助かります。これらは精霊の家ですから、壊したままでは怒りを買ってしまいますので。参ったな。ドアだけじゃなく壁にまでひびが。これじゃ作り直さないといけないかもな。先生、ここら辺で修復に使えそうな材料を売ってる店ってありますか？そうですね、納品には1週間ほどかかりますが、町まで行けばオーダーメイドのできる木材店があります。それとお店ではないですが、この山の麓には昔から小屋の修繕を手伝ってくれている一人のおじいさんが住んでいます。もし手作りでもよければ、その方を紹介しましょうか？
大丈夫、そこは俺に任せとけって。絶対店よりもうまく作ってやるからさ。それに手作りの方が誠意が感じられるだろ。あ、俺もそう思う。それに手作りだとしても俺が必ず店よりもうまく作ってやるから安心しな。わかりました。では一旦山を降りましょうか。他の受講生たちをお送りした後でその方のもとに案内します。まあな、ここの住人が精霊の存在を信じている以上、俺もその考えを尊重しようと思ってる。けどまあ、俺個人の意見としては、さすがに超常現象が過ぎるかな、とは思うけどな。精霊の罰ってのも結局は。うわっ！大丈夫か？ごめん、痛かったか？にしても。こんなに長い根っこが雪に埋まってるなんてな。おかげさまでしっかりと雪の味を堪能させてもらったよ。俺ってそこそこ優秀な探偵兼調査員なんだけどな。これより何倍も危険な状況をくぐり抜けてきたってのに、まさかたった一本の木の根に負けるなんてな。どうやらこの精霊さんはいたずら好きらしいな。事件の張本人じゃなくて俺たちを狙うとは。でも、俺のせいでお前まで。
わかったよ。もう言わない。それでいいか？あなたたち、大丈夫ですか？大丈夫です。精霊たちの家を壊しちゃったので、怒られたのかもしれませんね。俺たちならもう大丈夫ですから、先に進みましょう。心配をおかけしてすみませんでした。俺たちも急ごう。そうだ、さっきのでマフラーが濡れちまったろ。風邪をひく前に取った方がいいぞ。一応替えのマフラーも持ってきてるから、今そっちを巻いときな。安心しな、俺は鍛えてるから、これくらいじゃ風邪なんてひかないよ。ジョバンソン教授、私です。はい、ジョバンソンさんは昔大学で教鞭を取っておられた方で、私の恩師でもあるんです。先生は昔精霊に助けられたことがあって、定年退職された後はこの地で暮らし、今も精霊たちに恩返しをなさっているんですよ。おお、お前さんか。一体どうしたんだい？いきなりですみませんが、実は教授にお願いしたいことがありまして。壊れてしまった精霊の小屋を修繕したいのです。この二人はその時の現場にいて、小屋の修繕を手伝ってくれるそうです。そこで教授のお力と道具をお借りしたいと思い伺いました。なるほど、事情は分かったよ。ちょうど私も新しい小屋を作っている最中だったから、ついでにいろいろと手伝ってあげようか。よろしくお願いします。もう日も暮れているし、雪はさらに強まるだろう。二人さえよければここを自由に使ってくれていいよ。その方が明日すぐに山に行けるだろうからね。ありがとうございます。ではお言葉に甘えさせていただきます。どうかしたか？なんか顔色が変だぞ。
いや、そうは聞こえないな。ドアを引っかくような音がするし、多分人間じゃなくて何かの動物だろうな。大丈夫、俺がついてる。みたいだな。変だな。何か理由でもない限り動物は人の家には近づかないはず。一体どうしてドアなんて攻撃したんだ。またあれこれ考えてるのか。確かに今日はいろいろとあったけど、どれもただの偶然だ。わざわざ関連付けたところで余計に緊張するだけだぞ。とはいえ結局のところは俺のせいだな。やっぱりあの場にミスター・ジョンを連れていくべきじゃなかった。そうじゃなくて、ミスター・ジョンは昔からキラキラしたカラフルな石が好きなんだ。それも最近は特にな。ついこの間も俺のものを勝手に持ち出したりしたけど、まさか精霊の小屋にまで手を出すとは。俺がちゃんと見張ってさえいれば、小屋が壊されることも吹雪で帰れなくなることも。眠れないのか。もしかしてまださっきのことを考えてるのか。大丈夫だ。もうどこにも行かず
俺がここでお前を守ってやるから。だから安心して寝ていいぞ。あとは全部俺に任せときな。だとしても心配すんなって。俺が絶対迎えに行くから。夢の中でもずっとお前を守っててやるよ。もういいのか？おとぎ話でも聞かせてやろうか？昔おばさんがよく聞かせてくれた子守歌だよ。おやすみ。いい夢を。もう遠くに行ったようだな。これで問題ないだろ。もしもし、ケニー。こんな時間にどうしました？今日がこっちのバレンタインだってことくらい俺も知ってますよ。でも、確かにプレゼントは用意しましたけど、でもどうしてケニーがそのこと。いや、それはバレンタインのプレゼントじゃなくて。はいはい、今日はもう遅いですし、俺も明日は早いので切りますね。バレンタインのプレゼントか。ただいま。ドライフラワーとかを買うためにジョバンソンさんと近くの村まで行ってたんだ。
あ、少しだけ俺たちでアレンジを加えるけど、そのつもりだよ。精霊は草花が好きだって聞いたから、ドライフラワーを備えたら喜ぶかなと思ってさ。それで小屋を荒らしたお詫びになるといいんだけどな。そうか。まあ、普段から小道具はよく作ってるからな。よし、このくらいあれば綺麗に飾れるだろう。片付けたらすぐに出発しようか。今回、ミスター・ジョンは留守番だ。気をつけろよ。万が一猛獣が来たらバカって食べられるかもしれないからな。なら、もう一回だけチャンスをやるよ。今度こそ、おとなしくしてるんだぞ。修復する前にまずは片付けからだな。この様子だとおそらく今日は一日山の上で過ごすことになりそうだ。いや、特にはないけど、とりあえず片付けから始めるか。大きさもちょうど良さそうだな。なら、俺は小屋の中をもう少し綺麗にしておくよ。
また黙って俺を見てる。一体どうしたって言うんだ。どう？そんなにこの小屋が気に入ったのか？いや、これは俺の趣味というか、実は家を持ったらどんな内装にしようかって昔から考えてたんだ。なら今度、俺たちも家をメルヘンチックに飾ってみるか。作業はもう終わったんですか？あなた方の学習の成果を確かめるためといったところですかね。おお、元より綺麗になっていますね。丁寧に直してくれてありがとうございます。これなら精霊も許し、お二人に幸運をもたらしてくれるでしょう。これは精霊アカデミーで作ったお酒です。せっかくなのでお二人も飲んでみませんか？ありがとうございます。でも俺たちは普段あまりお酒を飲まないので。スカディ島ではね、自分たちで作ったお酒は大事な友やお客様と分かち合うものなんですよ。それにこのご時世、精霊やその文化を守ろうという人は減りつつあります。あなた方が修復したきれいな小屋を見て、私は心から感動し、そしてこのお酒をお二人と楽しもうと決めました。いえいえ、そんな恐縮です。元はといえばその小屋は我々が壊したというのに。スカディ島のお酒は強いですからね。少しペースを落とした方がいいかもしれません。俺なら大丈夫。大丈夫ですよ。そうですか。ではお酒も楽しめたことですし、私はお先に失礼しますね。ええ、
今日はスカディ島のバレンタインですからね。妻が家で待っているんですよ。そうらしいな。そういえばさ、この近くに景色のいい砂浜があるらしいんだけど、ちょっと行ってみないか。この後は予定もないし、何より酔い覚ましにはちょうどいいと思うぞ。そうだな。この辺りでピンク色の夕日が見られるって聞いてさ、一度見せてやりたかったんだ。え、いや、そんなことはないけど。ミスター・ジョン、今度は何をするつもりだ？そうだ。ああ、そうだよ。手作りしたものだから、ちょっと地味だけどな。綺麗な石を見つけてさ、ピアスにしたら合うんじゃないかと思って作ってみたんだ。俺はいつだってお前のそばにいるって、そう伝えたかったんだ。全ての悲しいことや辛いことから俺が守ってやるからな。まあもちろん別にいらなければピアスは。
もう日が落ちそうだな。海辺は冷え込むだろうからもう帰ろうか。お、その調子だとどうやらプレゼントは無事に渡せたようだな。つまりなんだ、ミスター・ジョンのいたずらに助けられたってわけか。そういうことになりますね。災い転じて福となすってところでしょうか。にしてもミスター・ジョンは普段あんないたずらなんてしないんですけどね。最近何かあったとしか。オスの鳥はメスの注意を引くために綺麗な石を巣に飾るって言うだろう。ペットでさえも恋を求めてるってのにご主人様は随分とまあ奥手なことで。ま、なんといっても今回ばかりはミスター・ジョンのお手柄だな。後でしっかりとご褒美をあげとくんだぞ。彼がいなかったらお前またプレゼントを送り損ねてたかもしれないからな。お手柄って、そもそも彼が精霊の小屋を壊さなければあんなことにはなってませんよ。けどまあ今回に関してはよくやってくれたよ。ありがとな、ミスター・ジョン。